上が今回の番組内容でした。それでは次回6月16日土曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。特別番組として津市美郷町在住の写真家松原豊さんと前橋町の対談の模様をお送りします。町の出来事では市内で行われた様々なイベントや行事などの模様をお伝えします。市内の幼稚園を紹介するコーナー僕の私の園自慢、次回は高野幼稚園と実用幼稚園をお送りします。津ボートレース場で行われる催しなどを紹介するコーナーツッキーの水面だより、次回は施設を紹介その2をお送りします。今回のミニ情報のコーナーは4月中に起こった火災や救急出動、交通事故の発生状況をお伝えします。火災が7件ありました。うち住宅火災は1件ありました。救急出動は1030件、交通事故は791件ありました。かけがえのない命や財産を守り、安全で安心な街を目指しましょう。現在市内には182箇所の避難所があります。また津市では津波による浸水が予測されている地域を対象に、避難が遅れた人に安全な高い場所を確保するため、中高層の建物を津波避難ビルとして36施設を指定しています。避難所や津波避難ビルの一覧は市ホームページや広報津6月1日号の折り込み紙でも紹介しています。いざという時に備えて、実際に歩いて避難経路を確認したり、家庭や地域で災害時の行動について話してみてくださいね。このあと45分まで市役所からのお知らせをお伝えし、45分からは三重テレビで放送中の津市情報発信番組ツイートツイートから、5月27日に放送しました津市の子育て子育ち環境をお送りします。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。